読売ジャイアンツ。さあ、そしてバッターボックスにはビシエドが入ります。さあ、一打先制のチャンス。まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。高めのボール、打球はセンターへ。さあ、そして打席にはビシエドが入っています。さあ、チャンスが続き満塁の場面。まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。初球打ち、ホームに送球する。打順は3番柳田。今日はまだ当たりがありません。ここもね、きっちり抑えたいですね。インサイド落ちました。セカンドの左抜ける。2アウトランナー。